シグマだ。今日も YouTube。 うちょ。どうした？帰れ。今日も YouTube。 うちょ。宇宙。これはあれです、シグマ様、楓さんの発作です。発作？自己紹介お願いします。どうも、宇宙大好き宇宙系女子純星野サムリエの宇宙女、オリーカイドと申します。お願いいたします。うちょ。本気は出てるよ楓さん。楓さんで発注してるのに。こうなってしまってはもう宇宙の話をするまで変わりません。もうゲストとして出てもらいましょう。楓さんで発注してるのに。では宇宙女オリー楓を呼んでみた。宇宙。最強スターバースト。大好き宇宙系女子純星野ソムリエの宇宙女、オリーカイドと申します。お願いいたします。うーきゅ。というわけでお待たせいたしました皆さん。これが、はい、宇宙女。宇宙女でございます。宇宙女。本日はですね、うん、シグマ様とオルちゃんに、うん、宇宙のワクワクするお話をさせていただきたいと思います。なるほど。皆さん、宇宙は好きですか？すごいよ、いつもと違うから。すごいワクワクなる。好きです。好きです。嘘つけ。言わしといて。お話を聞いて、さらにちょっと宇宙にね、興味をまず持っていただいて、うん、大好きになっていただこうかなと思いますので、早速宇宙のお話させていただきます。はい。全部わかりますか？月。月は書いてない。嘘。太陽。地球。お、太陽、正解。やった。地球はどれですか？地球。3番目。3番目、正解。そう。4番目か。太陽。あ、そうですね。その、太陽系惑星という、これ実はですね、この画像、太陽系惑星の実際の大きさ比率です。太陽。太陽がでかすぎて入らないですね。太陽は地球の109倍の大きさ。でかい。でございますので、地球が109個並んでしまうぐらいの大きさでございます。で、我々が住んでる地球がこちら。で、大体ですね、金星と水星。同じ感じですね。で、この地球があるんですが、これは何星？水、え？水星？水？正解です。なんでそんな不安にならないで。そうです、そう、水星。水星ですね。水星はあの太陽に一番近く。で、で、この次が金星。そう、イエー。金星はヴィーナス様ね、呼ばれてる美の女神の名前がついてるところなので、お二人ね、ね、どうも青じゃないでしょうか、ということで、この水星と金星には特徴があります。特徴、さあ何でしょう。水星だから水がある。実はですね、氷の状態で水は発見されております。うわー、すごい。はい、水星は基本太陽に一番近いので灼熱の温度があるんですけれども、なんとですね、影が永久凍土の部分がありまして、その部分に氷が実は発見されております。まだそれではございます。暑そうなのに氷できるんだい、これは。そうなんです。すごい、太陽が近いよね。そうなんです。で、実はですね、地球とか金星もなんですが、大気があると温度を保ってられるんですが、これ水星はですね、月と同じで空気がないんですよ。空気がほぼないので、水星の表面はですね、基本太陽が当たってるところはめっちゃ暑くて、太陽が当たってない影は宇宙空間基本マイナス 273.15 度です。絶対0度と言われて。寒そう。マイナス270度のとこがあったら、それは凍りますよねっていうところですね。で、クレーターっていう隕石が落ちてきてる穴があるので、そこの穴に水が発見されてる、うん、その穴には一生太陽の光が当たらないので、はい、っていうことですね。で、まだ出てないですよ、答え。答えが、そうだよ、クイズが。問題が何だった？特徴。金星と水星の特徴です。金星と同じ特徴。全く同じ特徴です。地球にはない。というか、地球から見てるから。見てるから、同じ大きさ、地球と。金星は近いです。
ね、近いんだ。金星は近いですね。金星だけ自転が逆向きで回ってます、他は全部こっち向きです。なんでそうなの。なんでわからん。わからんの。わからないです。じゃあ答えいきますよ、金星と水星だけ夜見れない。昼間しか。なんでだと思う。太陽と重なるから。正解。おさすがシグマさん。当然当然そうなんです。太陽の方向にあるんですね、地球より。確かにこっち側か。だから夜になった時に地球は太陽じゃない方を向いてるので、こっち側の星たちしか見ることができない。でよく火星とか木星とか土星、夜にあると思うんですけれども、木星と土星が今特に見頃ということで。木星すっごい大きいから見てそうなのに。これ木星はですね、地球が1300個入るぐらいの大きさです。わお、はい、月かい。これはあ、こっちは火星です。火星か。火星の重力も約3分の2か1ぐらいですね。へえ、すごい。木星を見てるの、いつも僕たちは。木星がそうですね、ほぼ一番輝いてるんじゃないかっていうぐらい。ただ周期で見れない時期が来るので、まあ、そこはね、一緒に回ってるので、ね、太陽の周りをご紹介ですね。というわけで、この太陽系惑星でですね、特に、私が説明させていただきたいのがこちらですね。さっきの金星がアップになったから。金星がアップだ。はい。で、この金星なんですが、なんと硫酸の雨が降っていると言われてるんですよ。大変そうだね。危ない。そうなんです。地球でもね、酸性雨ってあるじゃないですか。これね、ちょっと酸性雨でちょっとハゲてしまうかもしれないみたいなね、話が。大事よ、これは。はい、ありますけれども、もうハゲるどころではないわけだ。ずる抜かれた。硫酸の雨が降ってると言われていて、火山活動も活発なんじゃないかと言われて、この金星の平均気温が約500度ですね。桁が毎回違うね。めちゃくちゃ暑いんですけど、この金星からホスフィンという生き物が存在している場合に発生するガスというのが発見されている。もしかすると生き物が発生しているのか、もしくは工業地帯とかにも発生するので、知的性みたいな噂があるんですが、金星はですね、分厚いその酸の雲で覆われているので、地上を見れたことが一度しか。一度あるんだ。はい。その一度はですね、なんとロシアの探査機がここに着陸したことが。どうやって入る？500度あるんだろ。そうなんです。で、着陸したとすぐ壊れました。1枚だけ画像を送られて、その画像をお見せします。その世紀の1枚みたいなのがあるんですね。これは1982年にベネラ13号にやって、ね、撮られたんですけど。ベネラが頑張ったんや、はい、こちらが金星です。すごい地面があります。まあ、地球と言われても、まあ、何ら遜色はないですが、空が、はい、硫酸の雲でできているため。なんかでもすごい乾いてるんだね、結構。これはベネラ自身ですね。ベネラ、これが唯一金星の地表が取れたところなので、例えばですよ、地球でももし地球に探査機降り立ちました、サハラ砂漠ですってなったら生き物いないですよね、なら生き物がいるところだったら世紀の大発見になってたんじゃない。まあ、でもまだ ね、はい、地球外知的生命体は生命体も発見されてない。すごい。さあ、これからどうなるのかって。この金星なんですが、まあ、地球ではね、水の雨が降るので、当たり前で、こう金星では硫酸の雨が降るのが当たり前なんですが、次の星が、こちらですね。何降るんだろう。こちらかっこいいね。HD131399AB という星なんですけれども、この星ですね。あの、これ星目の名前です。もう一度。 HD131399AB です。わお。これが HD131399A っていう星ですね。へえ。で、その第一惑星として 99AB で、これ我々太陽系ですね。太陽って恒星が一つの星じゃないですか。これはこの3つが恒星なんですよ。つまりこの星、太陽が3つある星でございます。ピエンみたいな目みたいな。ピエン星ですか。ピエン星、まあ、遠くにねあるんでね、逆から見たらね、こっちでっかい白い丸ってなるんですけど、この星、なんと太陽が3つあるので、さっき何が降るんだいって言ってましたけど、何が降ると思いますか。ファイヤーボールみたいな。あ、いいですね。
起こるのかありますか？何が降る？何かが降ります。液体にファイアーボールが美味しい。美味しいですね。美味しい。隕石、隕石、石、お石、お溶岩。溶岩。お二人ともだいぶ近いです。実はこの星、鉄の雨が降ると言われてかっこいい。かっこいい。鉄が水蒸気になって上がるぐらいの温度、そしてそれが上で冷えて固まって液体として降ってくる。つまり鉄の雨が降る星って。かっこいいよ。はい。そしてこちら、おー、すごい。あら、青いですね、この星。きれい。はい、地球外で初めて色が分かった星と言われております。こちらが HD189733B ですね。おー、はい、そうですね、うん、そうだね。そうなんです、うん、この HD189733B なんですが、すごい見た目がね、青い星ということで有名になりました。63光年先にあると言われてるんですが、光年は分かりますか？光年分かるよ。分からない。光の速さでたどり着く距離。そうですね。光が1年かけて進む距離が1光年と言われています。おるーちゃん、花火が爆発するときに音が後から聞こえることはないですか？確かに。ピカって光ってドーンっていう、雷もピカって光った後何秒かしてからドーンって聞こえたり、あれは光が速すぎて音が追いつけてないっていうので、光の速さはすごく速いんですが、光にも届くのに時間がいる。ということで、太陽も実は8分約20秒前の光です。8分20秒かけて地球まで光が届いてるんです、太陽は。だから太陽がもし爆発しても8分20秒は全員気づけないです。なるほど。でこれは63年前の光を63年見ているんですね。すごい。63光年離れたこの星、何の雨が降ると思いますか？雨シリーズ。雨シリーズ。雨シリーズ。すごいですもんね。硫酸、鉄。鉄来たよ。もう結構なもん流れてきてるよ。そうですね。でもすごい色がね、綺麗だから、もしかしたら綺麗なものが降ってるのかもしれない。いいもんかもしれない。あっと見地球に似てますね。おー、確かに。そうだ。炭酸水。綺麗綺麗。綺麗綺麗。青色だからなんか、シュワシュワしたなんか、ね。シュワシュワシュワ。炭酸水。なるほど。色がね、綺麗よね。確かに。地球と似てる。ヒント。ヒント。この星は太陽が近すぎて超高温です。超高温。何やろう。ちなみに風はマッハ7で吹いてる。数字がもう全然7で吹いてる。生活で使わない単位だったらね。時速8000キロぐらいのね、風がすごいやん。なんか青いから水がありそう。なるほど。水だから塩。あ、塩。塩、塩降ってそう。塩が降ってそう。違います。今当たる間だったのに。当たる間。違いますもん。なんだろう。答えは、ガラスの雨。おしゃれー。おしゃれ。というわけで、この星はケイ素という、ガラスを形成している物質が大量にあるため青く見えている。ビー玉みたいだもんね。そうなんです。その、ケイ素がもう溶けてしまうぐらいの、太陽が近いんで、恒星が近くて高温なんです。この星も1000度以上の温度があるんですけれども、このガラスが溶けて水蒸気になり上で冷え固まってくる。でもめっちゃ恐怖なんやったらもうババババババ生き物住めないね。生き物住め、一番危険な星。地球でよかった。我々のような生き物。地球でよかったね。全然賛成受けません。ハゲってもいいね、もう。ハゲマシだね。賛成のハゲ。ガラスになるぐらいやったら。これでね、まあ、地球以外で過酷な星、すごい雨が降る星たくさんあるっていう話だったんですが、今一番見えると木星のお話で最後に。木星なんですが、
が、実はですね、大量の水が発見されています。うわお。で、地球外生命体がいる基準というのが、まず水が存在するかどうかっていうところが重要視されているんですね。生き物がいるのかどうか。で、この木星に関してはですね、一応放射能が出てる星なんですよ、ガス惑星で。放射能が出てて、大量の水が存在して、ガス惑星、ガス惑星は我々とは全く違う構造ですね。ただ水が存在するということは生き物がいる可能性がある、つまりガス惑星には我々の考え得ないような形の生き物が存在するかもしれない。それはもしかするとガラスの雨が降る星でも生きれるような形態の可能性もあるんじゃないでしょうか。以上、信じるか信じない、あ、違う番組だ言ったことあるぞ、あれ言ったことある宇宙の豆知識でした。宇宙面白い、かがでしたか。すごい、なんか普通に聞いちゃった。聞いてた。そんな種類あるんだ。どこに住みたいですか。どこに住む、地球がいいの。地球以外、地球も、地球も潰れるって。どこだろうね。地球はもう太陽に焼かれた。ちなみに火星はですね、最高気温30度ですよ。じゃあ火星、全然でも火星ってなんか普通ちゃいます。で、平均気温がマイナス55度で空気が地球の100分の1しかないから、まあ一回死にますけど、ね。火星移住計画みたいなの聞くもんね、なんか2030年ほどですね。できるんです。行ってみたい。まあもちろん行ってみたい、欲しい。あるこの全部即死でしょ。天王星はすごいですよ。天王星は地軸が他の星と違って90度横傾いてるんで、太陽の風がね、プラズマって言うんですけど、それが地球は北極と南極に当たったらオーロラが出るんです。それが真横向いてるからオーロラがめっちゃ出てる。じゃあそこがいい。まあでも平均気温マイナス200度だ。嫌だな。なんかお花が咲いてる星はないのか。お花は生き物なので、はい、生き物は地球外にはまだ発見されてない。地球だけすごい、すごいバランスで、奇跡のもんなんだね。まあ、ただ地球外生命体がいるとしたら、木星か土星の衛星お月様になんと海が存在するところがあるんですよ。だからもしかしたら水の中の生き物、うん、水の中に存在する植物とかは木星と土星の衛星にいるかもしれない。お、行ってみた。でこの土星の輪っかはね、あと1億年ぐらいしたらなくなります。うん、あら、どうして少しずつ土星に降り注いでるんです。今のうちにとかないとね。オシャン、ビビアンみたい。ビビアン、ビビアン好き。ビビアンがこれやってる。ビビアンが土星とあれどうなんですか。ビビアンが並んでるんじゃない。ビビアンとは思って。ビビアンが並んでる。この見た目ええなってなってる。ビビアンが入ったんじゃないか。ビビアンがここにこの十字架つけてるだけなの。そうなんだ。そうか。で、この外ったのかってあるのがね、2006年に惑星から外された、オルバも知らないかもしれないですね、うん、何星やったの。水金地火木土天海、昔はその先が聞いたことない、ピントも来ない。海とたまに入れ替わるんですね。何年か周期でね。冥王星。 お正解、イエーイ。そう、冥王星がやっぱ小さいし、同じぐらいの大きさの星周りにいっぱいあるよってので、ちょっと除外されちゃう。あら、かわいと、ほら、アメリカが発見したから、アメリカがもう意地でも戻したろうってなって。以上でした。イエーイ、イエーイ。バージンに見れた。すごい、すごいちっちゃいな、僕たち。悩みなんてなくなるよ。もっとでもちっちゃいからね、ちっちゃい世界は。なんかバンジー以外に、あ、紐なしバンジーやります？自殺や。いや、なんかあるんですよ。そういう人だよ。紐なしバンジー。死ねって言ってる。違う違う。どうした。でも、ちょっといい？ちょっといいよ。よーい。なんだらなんだらんだちゃんとかんとって座って、しぐらさん何せやか言えます、全部
地球。地球。火星。どっから始めてる。宇宙女、折り返でよ。これ、宇宙女。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 宇宙女になった時の帰りの早口で、みたいな。リズム1級と先がとり、確かにリズム良かった。じゃあ、ちょっと金箔だけ貼りましょうか。金箔だけ貼りますか。どういう予定？金箔だけ、ちょっと今だけ金箔だけ